皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は、楽天証券エフェクーリングの荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速、本日のレートを見てみたいと思います。現在、4月24日、午前のマーケット、ドル円は107円の62銭、えー。昨日からあまり大きく動いておりません。ユーロ円は115円の88銭。 ポンド円は132円の88銭。OG 円は68円の39銭。このようなレベルで現在取引が行われています。ではドル円のチャートを見てみたいと思います。こちらの方、ドル円の1時間足のチャートです。 えー、このチャートを見ながら、えー、今週の動きを振り返ってみたいと思うんですが、今週、えー、4月の20日から、えー、現在4月の24日なんですけれども、今週に関して言うと、ドル円はあまり大きな動きがありませんでした。これまで3月から非常に乱高下が続いていただけにですね、今週は非常に タイトなレンジで、ディレクションを失っているので、マーケットの参加者の方もですね、ちょっとつまらないマーケットだなというふうに思ったのではないかなと思います。今週のレンジ、えー、見てみますと、えー、現在のところはですね、107円の28銭、こちらの方が今週の安値、そして、えー、高値なんですけども、ここ見えますでしょうか、ちょっとですね、一瞬なんですけれども、今週、 えー108円の丸4までドル高円安が過みました。まあ、ドル高円安が進んだというよりはですね、一瞬108円につけて戻ってきたということで、えー、現在は先ほど確認しましたように、定位置107円のミドルのところに止まっています。8時間足でちょっと見てみたいと思います。8時間足のチャートです。えー、これがですね、えー、4月からのですね、ドル円の レンジですこの3月のですね、この動きから比べると4月に入ってからはですね、えー、狭い動きであるということがよくわかります。えー、まあ、今週に関して言うとですね、材料も、えーまあ、出尽くしたと。大きな経済指標は、えー、ドル円に関して言うとなかったということと、あと、 新型コロナ、こちらの方は非常に深刻な問題が続いているんですけれども、マーケット的にはある程度ディスカウント、つまり折り込み済みということで、えー、マーケットを動かす材料でにはならなかったということになります。1時間足に戻ります。1時間足。えー、そうしますとドル円なんですけれども、えー、そうですね、ドル円は、 まあ基本的にはですね、この108円、来週もですね、この108円を、えー、もう一度トライして上に抜けるか、あるいは、えー、106円台をもう一度トライするかということになるんですけれども、ちょっと長いところでもう一度見てみたいと思うんですけれども、えー、この106円の後半、えー、このぐらいですね、106円の7丸、 4月に入ってからはですね、この106円の70までは円高が進んでいないんですけれども、これは、えー、この106円の後半、特に106円の70というのをですね、えー、注目していきたいと思います。なぜかというと、この106円の70というのは、今年の、えー 中心値に近いレベルでありますので、このレベルから下の方に下がっていくということになると、マーケットが全体的にベアのトレンドに入りやすいということになります。まあ、上の方につきましては、えー、108円の1号、えーまあ、108円、04まで来たんですけれども、その上、ちょっと108円の1号ということ、えー、こちらの方を注目していきたいかなというふうに思います。まあ、ドル円の方は、このように、 動きが狭いんですけれども、一方で、これはユーロ円のチャートなんですけれども、少しユーロ安円高が進んでいます。えー、8時間したとわかるでしょうか。これユーロ円の、えー、チャートですね。ユーロ円はですね、昨日の段階で115円の64銭まで、えー ユーロ安円高が進みましたこのレベルは何かというとですね、これは2017年4月以来のユーロ安水準ということになります。まあ、この背景というのはですね、えー、昨日 EU サミットが開かれたんですが、新型コロナで 欧州の経済は打撃を受けているわけなんですが、その復興プランということを今、話し合っているわけなんですが、この後に及んでも EU の内部でまだ合意が取れないということで、マーケット、そして投資家はユーロ何やってるんだということで、失望感から売られていると、それがユーロ円というユーロ円のこのユーロ安円高のレベルに来ているというふうに思っています。 ですので、まあ、ドル円は、ええー、まあ、横ばいなんですけれども、ユーロ、こちらの方はですね、ええー、まあ、来週以降、欧州が積極的な経済復興プランを出せなかった場合、さらにユーロ安が進む可能性がありますので、こちらの方は注目していきたいと思います。ですので、ドル円、そして、ドル円だけではなく、来週は、クロス円、特にユーロ円、 などに注目していいきたいと思います今週のドル円はあまり大きな動きがありませんでしたが、来週は注目です。なぜかと言いますと、中央銀行の政策金利の発表があります。まずマーケットが注目しているのは、日銀の政策会合です。日銀が追加緩和をするのではないかということが、 今、マーケットで噂されていますので、こちらの方はドル円のマーケットに影響してくると思います。そして FOMC があります。FOMC もこちらも注目です。FOMC、いつもですね、文言を、FOMC の文言を発表しているんですけれども、今回については、マーケットの状況が大きく変わっているので、これまでとは内容が大きく変化するということで、 こちらの方、マーケットがですね、FRB がどのような見通しを持っているかということで注目しています。そして先ほど話しましたが、ユーロ円に関して言うと、ECB の政策金利の発表、そしてラガールド ECB 総裁の記者会見もありますので、こちらの方も注目していきたいと思います。今週は以上でした。どうもありがとうございます。